皆さんおはようございます。出席議員半数以上であります。これより議事日程第4号により本日の会議を開きます。日程1、市政一般質問について前日に引き続き市政一般質問を行います。24番辻聖光議員。おはようございます。2年ぶりの一般質問になりますので、いささか緊張しておりますのでよろしくお願いいたします。質問通告に基づき質問をいたします。市長並びに関係理事者の誠意ある答弁を求めます。それではまず市長の政治姿勢についての一項目目、職員力地域力についてですが、私は平成28年6月議会において同趣旨の質問をさせていただきました。その際市長は目指す職員像として自ら考え、自ら発信し、自ら行動する職員と答弁をされました。そのことは行財政改革によって約4000人いた職員を3000人規模に削減したことにより、その削減数を補うには個々のスキルアップを図らなければいけないということだと私は理解しておりました。それから2年が経過しましたが、現実には職員の事務処理ミスや業務の遅滞による不祥事等も一向に減少しているようには思えません。また地域については年々行政からの要望も多くなる中に、地域の担い手は限られてきており、行政からの報告連絡不足から地域住民とのトラブルが増えていると聞いております。そのようなことを要因として自治会から脱会する人もいると聞いております。市長は最近は職員力地域力のフレーズを口にしなくなったように思えますが、今後このことについてどのように取り組んでいくつもりかお尋ねをいたします。次にステップアップ池島釣り大会への負担金の復活についてお尋ねをいたします。10年目をめどに続けてきた釣り大会が昨年10年目を迎えたことにより終了いたしました。しかし島の内外からの継続の声に押され、今年度も実施をしました。関係者の方々は資金の調達等大変な思いの中で再開したわけですが、何事にも行事を行うには資金が必要なのは明白です。そこで今後継続するにあたり、市として負担金を復活する考えはないか、ご意見をお聞かせください。次に消防行政についての一項目目、消防団員の加入促進についてですが、全国的に消防団員が減少傾向にある中、本市においても少子高齢化や人口減少等により団員の確保が困難になっていると思いますが、これまでの取り組みや今後どのような対策を取られていくのかお尋ねをいたします。次に団員の待遇改善についてですが、消防団員を5年以上勤務し退職する者に対し退職奨励金が支給されます。私も当初ボランティアと思って在籍をしましたが、退職報奨金が支給されることには大変ありがたく思っております。しかしながら階級の異なる部長と班長の報奨額が同額ということについては、職責を考えると違和感を持っておりました。そこで職責に応じた見直しができないか見解をお聞かせください。また消防団を退職後、
例えば年金制度のような福利厚生があれば団員も増えるのではないかと思われますが、このような取り組みができないか併せてお伺いをいたします。次に、ふれあいセンターで発生した剰余金の取り扱いについてお伺いをいたします。市内に設置されているふれあいセンターの管理運営については指定管理者制度が導入されております。平成24年度以前は生産方式により人件費の生産等を行っていたため、剰余金がわずかしか発生しておりませんでした。しかし現在は修繕料を除き生産しない制度に変更となったため、毎年の収支差額による剰余金が多額に発生をしております。センターの活動をする上で一定の剰余金の必要性は理解しますが、累積額が多額になることは好ましい状況ではないことから、その取り扱いについてどのように考えておられるのか見解をお示しください。次に、園田町公園のトイレの改善についてお尋ねいたします。園田町というのは式見の北部にあって名目市と隣接した場所でございますので、もし分からなければアグリの丘高原ホテルの下側になるということを認識をしておいてください。園田町の町にある園田町公園のグラウンドは地元住民のイベントをはじめリトルリーグチームが頻繁に利用をされております。公園内に設置されているトイレについては設置されてから30年以上が経過しており、しかも男女共用の汲み取り式であることから、利用者から不衛生で使いにくいとの声が自治会等に多数寄せられております。また何よりも市民の水にもなる式見ダムの水源の上流にも位置していることから、衛生面での課題もあると思われますが、早急に改善する考えはないかお尋ねをいたします。以上、本段からの質問を終わり、イノシシ対策については時間があれば自席より質問させていただきます。どうもありがとうございました。市長。おはようございます。明生クラブ筒井聖光議員の質問にお答えします。まず1点目の市長の政治姿勢についての括弧1、職員力地域力の検証についてお答えします。まず職員の不適切な事務処理については、これまでも機会を捉え再発防止について繰り返し周知徹底を図っておりますが、依然として発生している状況は市民の皆さんの信頼を裏切る結果となり、深くお詫び申し上げます。そのような中、長崎市が目指す職員像を実現するための人材育成の強化策として、今年4月に職員研修所を設置しました。業務の基礎力の強化についての研修の進め方も単なる講義だけでなく、これまでの不適切な事務処理事案を具体的に研修の中で職員個々に考えさせ、それについてどうやったら防げるのかということを発表させるといった、これまでになかった内容によって再発防止につなげようとしているところです。この研修の中身を十分検証しながら、今後さらに効果的な研修のあり方について検討を続けてまいります。次に、地域の皆さんとの関係を円滑に維持するためには、適宜連絡、報告を行い、やり取りを重ねて信頼関係を築くことが大切です。そこで、コミュニケーション能力を養うための取り組みとして、現在、若手職員については、人間関係構築のためのコミュニケーション力についての研修、管理監督者については、
リーダーの立場としての職員との関わり方についての研修など、職員に合わせてその重要性を意識づけしています。また、地域センターと総合事務所のまちづくり支援を担当する職員を対象に、まちづくりの支援に必要な相手の考えや意見を引き出し、その真意を汲み取るためのスキルアップ研修にも取り組んでいます。さらに、地域活動へ参加する意識の醸成を図るため、地域の方々のご協力を得ながら、新規採用職員を中心として、地域に入り、さまざまな活動に企画段階から参加する地域活動研修も行っています。これに加え、地域住民として自治会役員などをしている職員を講師とした研修の実施も検討しており、自治会をはじめとした地域のさまざまな団体や取り組みについて、職員の理解を深める中で、その活動の重要性の認識を高めていきたいと考えています。また、職員が地域を知るということは、地域活動を通じて市民起点の考え方に立つことの重要性を認識することになり、一方では公務を通じての知識や経験が地域活動に生かされる場面もあると考えていますので、在職中だけではなく、退職後にも地域活動に参加することでセカンドライフが充実する事例の紹介を行うセミナーを開催するなど、職員も地域住民の一人として積極的に地域活動に参加するよう機会を捉えて呼びかけているところです。今後もこのような取り組みを重ね、職員が地域の実情や課題を知り、市民起点の意識を常に持って仕事を行うことができるように、職員の資質向上を図っていきたいと考えています。以上、本段からの答弁といたします。水産農林部長。ご質問の1点目、市長の政治姿勢についての括弧に、ステップアップ池島釣り大会への負担金の復活についてお答えいたします。池島におきましては、交流人口拡大に伴う島の活性化を図ることを目的に、平成20年度から毎年、ステップアップ池島釣り大会が開催されております。釣り大会の開催にあたり、長崎市は大会の主催者であるステップアップ池島釣り大会実行委員会に対し、第1回大会から第10回大会となる平成29年度まで共催者として開催経費の一部を負担しており、平成29年度においては、長崎市からの負担金のほか、地元企業からの協賛金や参加者からの参加費などを財源として開催をされ、318人の方が参加されたところです。釣り大会の継続につきましては、主催者のご意見を踏まえながら十分に協議を重ねた結果、平成29年度の第10回大会を区切りとして釣り大会自体を終了するとの結論に至り、長崎市の負担金についても終了した経緯がございます。今後の支援につきましては、池島には海のほかにも石炭産業の現場を体験できる日本で唯一の炭鉱施設などの魅力のある資源がございますので、それらを有効に活用し、釣りの楽しみを含め、池島ならではの池島全体を楽しむ新しい交流の仕組みが必要であると考えております。そのため、地元自治会、企業、長崎市などで組織される池島活性化会議などにおいて、釣り大会の次のステップとして、地域にとってどういった取り組みが交流人口の拡大に有効であるか、どういう形であれば地域の方々が無理なく事業を実施継続できるのかなどについて協議を進め、地域との共通認識のもと、池島地区の活性化に向けた取り組みに対し支援していきたいと考えております。以上でございます。消防局長。ご質問の2点目、消防行政についての括弧1、消防団員の加入促進についてお答えいたします。消防団員の数は人口減少や就業構造の変化などから全国的に減少傾向にある中、長崎の今年11月1日現在の団員数は2736人で、5年前と比較しますとほぼ同数を維持しており、条例定数2944人に対して充足率は 92.9% となっていることでございますが、長崎におきましても今後団員数の減少が懸念されることから、
加入促進の取り組みが必要であると考えております。このようなことから、これまで消防団や地域の方々が積極的な働きを行うことにより多くの団員加入につながっていることから、消防局といたしましても消防団員と協力し、地域の各種イベントの参加や一般家庭への防火訪問を通して消防団活動に対する理解や認知度の向上に努め、さらなる加入促進に取り組んでいるところでございます。また特に女性や若い世代の取り組みといたしましては、広報誌やケーブルテレビなどの各種メディアでの PR のほか、今年度は Facebook や Instagram を活用した広報を実施するとともに、市内の高校生を対象とした消防防災サポーター育成講習や、現役の消防団員が市内の大学、高校を直接訪問して講話を行うことで消防団活動を PR しているところでございます。さらに県職員や市職員に対しましても、研修などを通して消防団活動の周知を図るとともに、消防団員の約7割が非雇用者であるため、団員が円滑に活動を行っていくためには事業者側の理解と協力が必要であることから、今年7月30日に長崎市と市内4商工会が消防団活動の充実強化に向けた支援に関する債務協定を締結し、今年度は商工会主催のイベントに消防団が参加したり、事業所等へポスターを掲示するなど PR を行ったところでありますが、来年では各商工会の総会等において講演会などを実施するなど、さらに充実させていきたいと考えております。いずれにいたしましても、長崎の安全安心な街づくりを担う消防団の確保は重要であることから、さらなる加入促進に努めてまいりたいと考えております。次に2点目の消防行政についての括弧に、団員の待遇改善についてお答えいたします。消防団員の退職報奨金は、退職した消防団員の他年の苦労に報いるため、市町村が支給する功労金として昭和39年に創設されており、消防組織法の規定を受けて長崎市消防団員退職報奨金条例に基づき、5年以上勤務して退職した団員の階級および勤務年数に応じて支給がなされておりますが、その支給額についても政令を受けて条例により定められており、現在部長と班長は同額となっております。また退職方式の支給主体は市町村でございますが、市町村は支給対象となるすべての消防団員に対して毎年確実に退職報酬金を支給できるよう総務省省令で定めるところにより、消防団員と公務災害保障と共済基金との間に契約を締結し、支給した退職報酬金の全額が基金から市町村へ支払われる仕組みとなっており、その支払額につきましても政令に基づき部長と班長は同額となっております。ご質問の退職報酬金の支給額を即席において見直すかできないかということにつきましては、長崎市の支給額と基金の支払額とも部長と班長が同額となっておりますが、議員ご指摘のとおり即席に応じた支給額とすることも考えられることから、支給額の見直しにできないか国及び基金に対し今後機会を捉え要望を行ってまいりたいと考えております。また年金制度に代用される退団後の福利厚生につきましては、団員個人向けに公益財団法人日本消防協会が消防個人年金制度を行っており、毎年分団長研修などの機会を捉え周知を行っているところでございますが、公的資金を導入した福利厚生の制度につきましては、今後国及び他都市の同居を注視しながらしたいと考えているところでございます。いずれにいたしましても消防団員の加入促進や活動しやすい環境づくりのためにも重要なことでありますので、今後も引き続き待遇改善に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。中央総合事務所長。ご質問の4点目、フレーセンターで発生した剰余金の取り扱いについてお答えいたします。フレーセンターについては地域住民の方が学び触れ合いの場として、来年4月に開所予定の手熊地区触れ合いセンターを含め市内に23カ所設置しております。触れ合いセンターの管理運営については各地域の団体の代表者等で組織される運営委員会に指定管理者として運営を行っていただいており、必要な運営経費について指定管理料として支出しております。その指定管理料については以前は人件費について精算を行うこととしていましたが、
指定管理者の経費節減努力が報われず、経営への意欲が高まらないとの理由から、フレーセンターにつきましては、平成24年度から修繕料を除き生産を行わないことといたしました。その結果、各運営委員会の経費節減の努力等により、剰余金が発生しております。この剰余金については、各運営委員会に帰属するものであることから、運営委員会の裁量において、主催講座や周年行事などの実施に要する経費や、施設運営の充実に要する経費、あるいは運営委員会の活動経費などとして活用されるものと考えております。しかしながら、議員ご指摘のとおり、剰余金が累積することは好ましい状況ではないことから、長崎市といたしましても、フレーセンターに対して個別に聞き取りを行いながら、適切に活用していただくよう促しているところでございます。今後ともフレーセンターの管理運営については、指定管理者である各運営委員会と連携しながら、より良い施設となるよう取り組んでまいりたいと考えております。次にご質問の5点目、園田町公園のトイレの改善についてお答えいたします。園田町公園は、長崎県による式見ダム建設工事に関連し、ドステ場として使用した場所を長崎市が昭和61年度に整備した公園であります。面積が約 1.8 ヘクタール、広いグラウンドを有し、野球やサッカーなどのスポーツが可能で、式見地区をはじめ周辺地域における貴重なスポーツが可能な広場として利用されている公園であります。特に少年硬式野球チームはほぼ毎週末練習や他チームとの練習試合に利用しており、保護者の方も含め多数の方が利用している状況ですが、議員ご指摘のとおり、この公園のトイレは男女兼用で汲み取り式となっております。このため地元自治会などからこれまでも改善の要望を受けているところでございます。このトイレは設置から30年以上が経過し、施設自体の老朽化が進んでいること、衛生面での課題があること、水源上流であることから利用者の安全衛生と環境保全の確保を図る必要があることは認識しておりますので、できるだけ早期に改善できるよう努めてまいります。以上でございます。24番つい成功議員。一通りの答弁をいただきましたので再質問をさせていただきます。純不動とはなりますがよろしくお願いいたします。まず園田町、ちょっと忘れてきた。まず園田町公園トイレの改善についてですが、私が見に行ったときには比較的にきれいに清掃がされておりました。しかし驚いたことに大便所のドアは傷んで、おそらくドアの鍵も壊れていたんだろうと思います。外からかまぼこ板を2つに割ったような板でドアが開かないようにしておりました。役所の方に修理をお願いしたら、内鍵を取り付けただけで使用していないときは開きっぱなしになっているということです。自治会長自らがそれじゃいけないということで、板を回転式でストッパー側に取り付けたということでした。俗に言うポットン便所ですから、開きっぱなしになれば臭いが直接漏れますし、梅雨時から夏にかけますとトイレから虫が湧いてくると、通りがかりの人が急に用を足したくなって使用して汚していく、子どもたちがグラウンドを使用すれば必ずお母さんたちがついてくる、しかも最低半日もそこにいなければいけないんです。そんなトイレを使用したいと思いますか。自治会長が改善願いを出しても予算がない、優先順位があるの回答ばかりでなかなか話が進まない。自治会は特に自治会長自らが清掃しているため負担が増すばかりで、何はともあれ先ほどの答弁によりますと、一つに施設の老朽化が進んでいる、二つ衛生面での課題がある、三つ水源の上流である、それは認識をしているわけですよ。それであればですね、早急に改善できるように努めていくのが行政の仕事じゃないですか。
本当に信用できるんですか。いや、嘘ばっかり。再度決意のほどをお願いいたします。中央総合事務所長。再質問にお答えいたします。汲み取り式のトイレが、まだ他にも残っている中でですね、市としては優先度を考慮しながらこれまで計画的に改善を図ってきたという状況でございますが、園田町公園のトイレにつきましては、私も現場を確認させていただきました。そういう中で、できるだけ早期に改善すべきというふうに判断しておりますので、しっかりと、取り組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。24番辻聖光議員。ですね、優先順位があるのは分かりますよ。ただね、水道局から出してもらったこれ図面ですよ。水道局から出してもらった図面のこのグランドのこの水源のすぐ横にあるんですよ。もし何かあったら長崎市は責任取るんですか。それこそ優先順位じゃないですか。汲み取り数が多い少ないの問題じゃないんですよ。そういったところを考慮しないで何が優先順位ですか。もっとね、こういうところを考慮しながらやっていかないと本当に長崎市に住む人いなくなりますよ。コンパクトシティ駅いらんって言ってるから、もうちょっと本当に早急に取り組むように、これはもう今のところはお願いしかないですけど、今後検証していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。次に、消防団の加入促進についてお尋ねをいたします。先ほどの答弁によりますと、団員数は5年前と比較するとほぼ同数で、条例提出に対して 92.9% であるとのことでした。しかしそれはまず合併7町、そして60歳から65歳への定年延長、また私の記憶に間違いがなければ条例提出を削減したことによる単なる数字合わせであると思っております。実際には確実に減少しているんですよ。そのことについて突っ込んで言うことは言うつもりありませんが、やはりここはですね、正しい認識を持って危機感を持ってやらなければいけないんじゃないかと思います。そこでいろいろ取り組まれている中で、平成29年12月に県商工会と県市長会等と消防団支援への協定が交わされており、さらに先ほどの答弁では、今年7月30日に長崎市と市内4商工会が消防団活動の充実強化に向けた支援に関する材木協定を締結したとのことでありました。そのことにより団員がどの程度増えたかお尋ねをいたします。消防局長。再質問にお答えいたします。4商工会の会員事業所における団員数につきましては、現在273人の方が所属しており、多くの方が地域の方でご尽力いただいておりますが、議員ご指摘の締結後に入団した数につきましては3人でございまして、またさらに消防団協力事業所にも新たに4事業所の方、事業所が登録なされたという状況でございます。まあ、しかしながらこの人数ではですね、協定を締結した効果が出るというと言い難いと思いますので、今後とも商工会と協議しながらさまざまな取り組みを行っていきたいと考えております。以上でございます。24番辻聖光議員。まあ、なかなかね、こういうことをやっても入る人がいないと、もう地域の実情等もあると思うんですが、消防団は非常に大切なものですので、これからもですね、いろいろ取り組みを行って、そして名前だけを登録するんじゃなくして、やはりそのいざという時に役立つためには訓練をしなければいけない。そうすると訓練をするためにはですね、出席をしなければいけないんですけど、やっぱり名前だけを登録するということじゃなくて、まあ、消防局長よくご存知でしょうけど、その日頃からの訓練に励めるような体制を取っていただきたいなというふうに思っております。また
そのことがですね、消防団員の獲得につながるような待遇改善になっていかなければいけないんですが、次にその待遇改善については、私がですね、団員の時、私も30年、消防団員をしておりました。そういった中で、団員の在職中から非常にこう疑問に思っていたことがあるんですが、まず一つ目が班長と部長の退職報奨金の同額ということは非常に疑問を持っておりました。この団長とですね、部長だけが同じで、ごめんなさい、班長と部長だけが同じで、団長、まあ、それぞれ階級があるんですが、団長、副団長、分団長、副分団長、それぞれ差があるんですよ。ところが、その下にいる班長と部長だけが同額なんです。これはね、例えばその職責から言ったら、団長、申し訳ない、部長の職責っていうのはものすごく大変なんです。毎日の日報を書いたり、もし訓練があるときに誰か出ないようなときがあれば、部長がもう率先して出ていくというふうな、いろんな部長に対してはプレッシャーがあるんですけど、それが班長とは大きな差です。皆さんそうでしょ、部長と係長が同じ額だったらどう思いますか。そういう中でやってるんです。確かに退職金が出るということは非常にありがたいという気持ちはもうこれは皆さん思ってるんです。だけどこういうことがですね、例えばこの支給額は5年刻みなんですよね。だから5年以上、10年、10年から15年、15年から20年と5年刻みになってるんです。5年刻みで班長から部長にもし、まあ、副部長部長とありますけど、それに上がるときにはですね、もう自分は部長をやるんだったらもうやめると、そういう例をいっぱい見てきてるんですよ私は。それはそうです、班長は責任、そんなに責任がない、それぞれまあ団、それぞれの団によって違う可能性はありますけど、少なくとも班長から部長に上がるときに、ああもう自分はここで退職金同じだからもう辞めますというのがいっぱいあるんですよ。だから若いうちにこういうところを辞めていく人が多いから団員がなかなか増えないという一例もあるんです。そしだからもう一つの次につながっていくんですが、退職報奨金、すいません、20年以上金属、年金制度の創設、これはね、先ほど局長が言われたように、少なくとも市で決めることじゃないというのは私もよく理解してるんです。しかし国会議員方では全くこういうことを分かってないんですよ。だからどっかで声を上げるしかない、誰かが言うしかない。だから私はあえてここで言わせてもらってるんですけど、少なくとも年金がですね、いくらかでもつけば、例えばまあ20年以上と、20年以上勤めた人にはいくらかでも年金がつきますよと、それは年金制度、市が出してもいいじゃないですか、いくらか市のためになるんじゃないですか。だからそういった制度を確立をしていかないと、それに対して誰かが声を出していかないと、なかなかこれが現状維持のまま進まないと思うから、私はここで話をしているんです。これはもう自分が現職の時から非常に思ったことなんです。議員の中にも消防団員の方がおられると思います、おられますけど、なかなかですね、自分が現職の時は言えないんですよ。自分のために言ってるような感じを受けますから。だから私は辞めてから言おうとずっと決めたんです。確かに個人年金、先ほど言われました個人年金もありますよ。個人年金というのは自分でかけなきゃいけないじゃないですか。
何も消防団でかけなくたって他でもかければいいんですから。だからそういったところできるところからですね、これはよそのためにじゃなくて長崎市のためになるんですから、私は例えば月々、何万円も出せとかいうようなことじゃないんですよ。いくらかずつでも積み重ねができるんであれば消防団員の確保ができるというふうな一つの提案をしてるんです。まあ、消防局長にやかましく言ってるわけじゃないんですよね。消防局長はそういう立場にありますから、ぜひですね、中央に行ったときに、そういった声を上げていただければ、これは誰も言わなければ何に進まないんですから。だから分かった人が一つずつ積み重ねをしてやっていきたいということで、私は今日はこの問題を取り上げさせていただきましたので、よろしくお願いしたいと思います。次に、ふれあいセンターで発生した剰余金について、お伺いをいたします。ふれあいセンターで発生した剰余金の取り扱いについてですが、私はこの件について24年の導入決定当時から近いうちに剰余金の累積額が問題になりますよと指摘をしてきました。現実に私が所属する小岩においては備品等を購入した残りが約30万円強残っております。これは29年度の決算160万あったんですけど、それから備品を購入してますから現在130万円ということで、だいたい年間30万、私のセンターではだいたい年間30万くらい残っていっております。そうすると今これは24年当時ですから、全施設の残額合計が約2000万円あると聞いております。当初16施設で現在は23施設となっております。今年度だけで単純に各施設30万残ったとしたら約700万が積み上がっていくんですよ、2000万に。そうすると10年くらいしたら5000万1億になるんです。先ほどの答弁では努力をした結果こういう剰余金が残ってるんですよという答弁がありましたけど、何の努力もしてないんですよ。だってこれは人件費ですから、人件費は所長1名、そして管理人1名、その人件費とあと夜間管理人くらいの人件費しか出てないわけでしょ。それ以上に雇うことはできないんですから、努力も何にも必要ないんです。それでもこれだけの金が残っていくと。長崎市はですね、そんなに遊ばせていく金があるんですか。だって同僚議員の質問によれば非常に財政が厳しいというふうな話をしますけど、こんな潤沢に金があるんですか。トイレが作れて、そんなら私のところで29年度のですね決算報告を運営委員会でしました。そうするとやはりそれを分かる人は、特別会計にしてるもんですから130万円残ってる、これはどういう金かというふうな質問が出ました。そういう中でこういうふうなシステムになって残った金ですと言ったら、職員の給与を削ってこういうふうにしてるんじゃ、職員というのはそのふれあいセンターに勤めている職員の給与を削ってこういうふうにしてるんじゃないかという疑問まで出たんですよ。こういう金を残す余裕があるのかどうか、財政部長、企画財政部長、お尋ねします。企画財政部長。再質問にお答えをいたします。指定管理者制度の中のこの枠組みでございますが、指定管理者の経費節減努力ということで、それが報われない場合はその経営の意欲が高まらないという理由から今の制度になっているというふうに理解をいたしております。まあ、しかしながら議員がおっしゃっている実情の中で、その剰余金が発生した部分について各委員会の中での活用が進んでいないということについては、先ほど中央総合事務所長が
答弁した状況であるということでございますので、こういったものについてはその制度の趣旨の中でしっかり使われていくべきものというふうに考えておりますので、こういった各運営委員会においてその部分を活用していくという努力、また私どもの方がそういった趣旨というものをしっかりご説明を申し上げて、そういった地域の中でこの指定管理者制度を受けて努力した部分が地域の中で還元されていくと、そういった趣旨をしっかり説明していくべきものであろうと考えております。以上でございます。24番辻聖光議員。努力した努力した、だから僕ははっきり言ったじゃないですか、努力をしてないんだって。僕は会長なんですよ、会長ですけど努力はしてないんですよ。努力してなくてもこれだけの金が余っていく、要するに不要な金が、使い道がある分であれば私は何も言いません。使い道がないから言ってるんです。最初からどういうことに使うんですかお尋ねをしました。そうすると備品を買う金、いろんな施設のいろんなを運営していく中で、例えば地元自治会との付き合いに、お祝い金を出すとかそういうことを言われてました。備品毎年買うんですか。1回備品を買ったら 4,5 年は少なくとも持つじゃないですか。そしたらその分溜まっていくんですよ。私はね、こういうふうな金がいいんです。市が、いやいいんだよと、残しとくには別に構いません、それをちゃんと使ってくださいと言うんであればそれでいいんです。だけどそういう金が何百万と残っていった場合に何かの不祥事が起こる可能性があるから私言ってるんです。そのいい例が放課後児童クラブが先日あったばっかしじゃないですか。やはりですね、お金があればね、人間例えば飲み食いがダメだって言ってもその金を使ったりいろいろするんです。そういうふうに特に我々の代が分かってても次の代になったら拡大解釈をしてそういうふうな金を使っていく可能性というのはあるんですよ。だからこういうふうな金は必要ないんじゃないか。ただ私たちも全額じゃなくして50万くらいの金があれば十分回っていくなという認識があります。だからそういう中でですね、もし担当の課がそれ以上の金、これは私の勝手な解釈ですけど、そういう金が残っている金はですね、担当課で一括で、プールをしておいて、で修繕等に使えるような形にならないかお尋ねをいたします。中央総合事務所長。再質問にお答えいたします。剰余金が累積することが好ましいことではないということは先ほど答弁で申し上げたとおりでございまして、現在各運営委員会に対しまして個別に聞き取りを行いながら、適切に、例えば、講座の開催など事業の実施、あるいは先ほどありました、備品の購入もその一つであろうかと思いますが、そういった適切に活用していただくよう促しているところでございます。今ご質問のありました、各フレーセンターの剰余金を長崎市が一括して管理できないかということではございますが、剰余金は、各運営会に帰属するものであることから、その剰余金を長崎市で一括管理することはできないものと考えております。剰余金の使途については各運営委員会で協議をしていただきながら、適切に活用されるよう引き続き取り組みを進めてまいりたいと思います。以上でございます。24番辻聖光議員。私はね、一応こういう問題提起をしました。それでも長崎市はいいんですよということみたいですから、もし何かあった場合には長崎市の方で責任をよろしくお願いしたいと思います。次に、ステップアップ池島のことで質問をいたします。同僚議員の質問に対して市長は就任時から地域を回らせていただく中で自分たちの地域は自分たちで元気にしようと具体的に動いていると、当事者意識を持った方たちが数多くおられる、この力こそがまちづくりの源泉だと思っておりますと述べられております。池島においても人口が極端に減少する中で
残った人々が活性化の火を消すまいと頑張っているじゃないですか。確かに10年の期限は切れたかもしれませんけど、島の人たちが一生懸命少ない人数で活性化しようとして唯一残されたこの釣り大会にですね、復活しようとしてるんですよ。以前は負担金が市が70万、三井松島30万、一般の寄付が30万、130万くらいで運営をしていた。私はね、700万、7000万を出せって言ってるんじゃない。70万ですよ。現状維持していくには。だから、そういう今、声が出ましたけど、余分な金があるんであれば、こういうところに使ったっていいんじゃないかということなんですよ。そう思いませんか？別に怒ってるわけじゃないですけど、皆さん今日は随分しんとしておられるから逆にやりづらいなとは思うんですけどまあ先ほども一番少ない人数の参加者を述べられておりましたけど、ここには一番多い時でやっぱ500人くらい切ったんです。で、以前はですね、地域振興課が担当していた。ところが現在は北部総合事務所、そして先ほど答弁をされた水産農林部と、どっちに話をしていいかわからないじゃないですか。得意の点やまま。活性化会議が月1回行われるというふうに聞いております。ところが、池島の人からは活性化会議をに意見を言っても、北部総合事務所の方は、分かったというふうな答えをもらうけど、実際にはこちらの方に届かないと、否定をするような言葉しかないと。そういう、それはですね、地域振興課だったらすんなり通っていたんです。なんとかやりくりしたんです。この組織改変したのは長崎市の責任じゃないですか。長崎市がやったことじゃないですか。ところが実際には声が全く届かないじゃないですか。こんちょまでこんちょよかって言ったぞ。なぜ北部総合事務所で、池島の場合はですね、北部総合事務所でなんで留めるようにしないんでしょうかね。最初の約束はそうじゃなかったでしょ。北部は北部、南部は南部、それぞれのところでやれると。だから中央総合事務所は別にあるんだというふうな答えだったですけど、全てを中央で、しかも部局で占めてるんじゃない。組織自体がおかしいんじゃないですか。どうですか、そのことについて何か反論ありますか。総務長。再質問にお答えいたします。昨年10月の組織改正におきましては、地域の特性に応じて地域の困りごとに迅速に対応していくということで、目的とした組織改正を行ったところでございます。地域に迅速に向かうという意味で、その距離感を考えた中で、市内の4カ所に総合事務所を設置、それからまあ身近なところに20の地域センターを設置したということでございます。その組織改正の趣旨からいたしますと、それからまた加えまして、その組織の中にまちづくり支援というものをですね、これを今後力を入れて行っていくということを、特にその意味づけを行ったということでございますので、地域のまちづくり、それから振興に関するものは基本的には総合事務所、まずは地域センター、それから総合事務所が所管していくということになるというふうに考えております。以上でございます。24番辻成功議員。はい。それは組織のことをね、ここでとやく言ったってしょうがありませんけど、ただ先ほど最初の答弁の時にですね、今後の対策について、要するに、ステップアップ池島、釣り大会だけじゃなくて、いろんなことを総合した中で池島を生かしていく取り組みを考えていると言われましたけど、なぜ今なんですかと。だって10年の目処というのはもう1年前、少なくとも1年前に終わったんじゃないですか。なぜこの1年間の間にそういう話をしてこなかったのか。
もっと言えばそれ以前から10年という目処があったんであれば、これからそれが終わった後に何をやっていくかということを地域と話していかなければいけなかったでしょ。昨日後藤議員が一般質問をされました。その中でコンパクトシティということの是非がありました。私はね、どうもこういう周辺地域のコンパクトシティを進めるために、周辺地域の人数が少なくなったところを全部カットしていこうという考えがあるようにしか思えないんですよ。そうだそうだ、切り捨て周辺に人は住むなと言ってるけん、合併7町になって長崎市と合併してよかったという話は聞きませんよ。これは多くの皆さんがこれまで質問をされる中でそういう話をしている。たとえ少なくても長崎市民なんですよ。そういった方々にね、光を当ててあげるのが長崎市の力じゃないですか。そういうところに住みたいと思いますか、皆さんは。まあ、これは一応市長の政治姿勢ということで、次にですね、職員力、地域力、非常にがっかりした例を、まあ、私もいっぱい言いたかったんですけど、時間があんまりなくなったもんですから、一つだけ言わせていただきます。先日稲佐山に東京からのお客さんをまだ1週間経ってないんですけど連れて行きました。と稲佐山のですね、展望台1階のあのフロア、先日フォトコンテストをしたばっかしで、フォト要するに写真の展示をやっておりました。そこに置いてあった、フロアに置いてあったテーブル、椅子、鉄です、鉄の椅子とテーブルです。冬場ですよ、観光部長、冬場ですよ。尻の冷えてたまらんぞ。誰も座ってませんよ。試しに座ってみました。何秒も経たないうちにケツが冷たくなりましたよ。しかもね、椅子の背もたれのまあなんというか、模様と模様、鉄ですからいろいろこう作ってるんですけど、朝顔ですよ、朝顔。長崎はあったかいですから冬場に朝顔が咲くんでしょうね。うん、まあ恥ずかしいというか、これが長崎市の三大夜景を要するもてなしなのかと、本当に情けなかったです。このくらい買えばいいじゃないですか。冬場ソファーが2個ありましたけど、そこは座ってるんですよ。まあ、今こそこそっと話をされてましたけど、ロープウェイかもしれませんよ。しかしロープウェイはね、それはあるもん、金がないんですから、あるもんを置くしかないじゃないですか。それを総合するのは観光部でしょうが、それをね、関係ないみたいな顔をすること自体がおかしい。それが職員力なんですよ、今長崎市の。あなた方はね、要するに、1000人規模で職員が減っていった、1000人規模で減っていったことを地域の方々に何とかお願いをして、いろんなものを地域に今投げかけている。だけど皆さんはね、再雇用者を除いては60歳定年でしょ。60歳以上の方がおりますか。市長副市長を除いて、三役除いては60歳以上の職員いないでしょ。地域は60は若手なんですよ。70、80の人たちが頑張ってるんです。60は青年部、そういう人たちにね、いろんなものを投げかけられたって、地域はね、たまったもんじゃないですよ。そのために市民が、職員がスキルアップをしなきゃいけないということなんでしょ。それが職員力でしょ。もっと危機意識を持ってくださいよ、皆さん。あなた方がスキルアップをしないことには、まあ、確かに、いろんな事務ミスとかいろんなことがあっております。私はね、その事務ミスに対してはね、あんまり言いたくはないんです。人間ですから間違うこともある。そのことに対してはね、そう私は個人としては言いたくはない。だけど、こういったこと、今のこの
もう稲佐山の展望台の件にしたってちょっと考えればね、分かることなんですよ。そういうことをただありきたりに何にも考えないでやってるからこういうふうなことになるんです。もうちょっとですね、本当に皆さんは長崎市が何で食っていかなければいけないかよく考えながら仕事をやっていいただきたいと思います。マイスじゃないぞ。マイスは関係ない、ここでは言わない。よかけん黙っておんねん。質問しようとやかね。それと私は市長に最後に一言言いたいんですが、市長はですね、就任当時からしますと非常にこう最近は人との対話の時間がなくなったというふうに私は思っております。なぜかと言いますと、先般初日のこの本会議の中で、どこ行ったかな、マイスの住民投票に対する文の中にマイスの説明会を26年29年までに56回開催をしましたというふうなことを述べられておりました。また26年度には35箇所のうち8割の賛成があったと言われておりました。私はこのマイスの是非についてここで言うつもりは一切ありません。ただですね、その回数が多かったかどうかとはということに関しては私たちは特別委員会でですね、富山市に行ってきました。その富山市では人口はほぼ長崎市と同じで41万7千人、その富山市の駅周辺地区の南北一体化的なまちづくり事業というのが富山ライトレール整備ということで、事業費が22億、毎月からすると10分の1です。それをやはりこういう大型事業をやろうとすれば、まあ全てそうなんですけど、誰でも反対は必ずいるんですよ。いる中でですね、どれだけそういった皆さんと話し合いをしていくかというのが私は一番の肝だと思っております。この富山の市長は自ら出て行って120回自分が市民と話をしたと言われておりました。私は市長自らですかと聞いたらそうですと。だから多いか少ないかはそれはそれぞれの判断があるとは思いますが、やはりそういうふうにやって反対派がいる中にですね、出て行って話をしていけば、賛成の人は反対に回っても反対の人は賛成にはなかなか回らない。でも人がこういうふうに言うんであればしょうがないなと、まあ反対だけどもうこれ以上は言うまいというふうになっていくようなことが私はあると思うんです。それの違いなんです。それのいい例が長崎空港の三島久保知事、当時の久保知事が毎日のように出て行って酒、住民と反対の住民と酒を酌み交わして、そして開港にこぎつけたじゃないですか。そういった努力が私は市長には今足りないんじゃないかというふうに思っております。まあ、市長また次も4年間やられるという意欲を示しておりますが、市長が出てきた背景というのは庶民の方々が後押しをして出てこられたわけですから、これまで12年間市長を続けてこられたわけですから、ぜひですね、まだ遅くないですよ、原点に立ち返ってもう一度そういった対話を交わしていただくようにお願いしたいと思いますが、市長の方から何かありましたら。市長、次議員の再質問にお答えいたします。まず先ほどの周辺部の切り捨てではないかというお話がありましたけれども、もしそういった考えに立つのであれば、市内に20箇所の地域センターを配置するという発想にはならないわけで、その地域センターを置いてまちづくり支援職員を置くことで、地域の皆さんと一緒になってまちづくりを進めていこうという姿勢が、昨年10月の、
組織の改正だというふうに思っております。そういう意味では池島の件についても新しい形での池島の活性化について今地域センター一緒になって地域の皆さんと話し合いをさせていただいておりますし、その中でまた新しい形での活性化策が生まれてくるものというふうに思っております。また先ほど、市民との話し合いの場が足りないんじゃないかというお話がありました。ご指摘を真摯に受け止めたいというふうに思っております。枚数に関しては26年29年2回にわたって説明会で回っておりますけれども、26年度の際は副市長と手分けする形で30箇所ほどを回らせていただきました。29年度は私自身が説明会を説明しながら回らせていただきました。そういう意味ではできるだけ市民の皆さんに直接説明をさせていただき、そしてサテライトの仕組みなどもそうですけれども、説明会私自身が説明させていただいてご意見もお聞きしようという姿勢で臨んでおりますが、まだまだ足りているというふうには思っておりません。そういう意味ではこれからも真摯にお話をご意見をお聞きしながら、長崎のまちづくり将来の市民の声も聞きながらしっかりと進めていきたいというふうに考えております。以上です。24番追成功議員。はい、もっとですね、私は言いたいことあったんですけど、市長に一言言わせないと消化不良になるかなと思って言っていただきました。これで終わります。ありがとうございました。次は